コヘレス州はベネズエラの州。州都はサンカルロスである。総面積は一万四千八百平方キロ。人口は三十万三百人である。ネイティブアメリカンにとって、この地域は、オリノコガ流域とタカリグアコを結ぶ、交通の要衝であった。セビリアのシリロ、バウティスタ宣教師が千七百五十年に、サンタクララでカラマカテを建設し、千七百六十年には、 マルティス教が初めてこの地域に関する記録を書いた。ガブリエルデサン・ルーカスとカディスのサルバドールの二人の宣教師は同年、サンカルロス氏を築いた。また、パブロデ・オリチュエラ宣教師によって、エルティナコのヌエストラ・セニョーラ・デラ・チキンクイラが建てられた。翌年の1661年には、エルパオが建設された。これらの町々は、ベネズエラ州の法の下で軍となった。 独立当初は、カラボボ州の一部であった。コヘデス州は、下記の旧市からなる。カッコは、各市の中心地である。アンソアテギシ・ファルコン市、ヒラルドとシリマブランコ市、パウデスサン、フアンバウティスタ市、リカウルテ市、ロムロガ・ジェーゴス市さん、カルロス市、ティナコ市。ありがとうございます。